どうも、大悟です。というわけで、今回も、先の銀リラロマネを飲みながら、やっていきたいと思います。今日の内容なんですけど、今日は部下が話を聞いてくれる方法で、トップ5ということでお送りしたいと思います。どうですか、皆さん。仕事上で。部下が話聞いてくれなくて困るとか、バイトの猫が話聞いてくれなくて困るとか、あるいは同僚とかが話を聞いてくれないとか、いろんな意味あると思うんですが、今回は特に部下ですね、とか子供とか、年下の人に対して、使える方法をご紹介します。で、ね、部下の方がね、上司よりむずいんですよ。なぜかっていうと、上司の場合はね、まあ、Dラボで紹介したことがある、いわゆるこう、迎合のテクニックとか使ってあげて、こう上手におもねれば動いてくれる人って結構いるんですよ。ところがね、部下って結構難しくて、要するに自分より年下の人におもねるわけにもいかないし、かといって頭ごなしに注意しても、聞いてるふりはするけど聞いてくれないわけですよ。で、こういう悩みを持ってる人が結構多いんですね。じゃあ、どうすれば、部下はですね、話を聞いてくれるようになるのかということで、今日はですね、5つの方法を、簡単にご紹介したいと思います。でね、人がね、話を聞いてくれるようになるためには、まず自分が聞いてあげなくちゃいけないんですけど、聞いてあげるってのはただふんふん聞けばいいわけじゃなくて、集中力とか注意力をですね、発揮して聞いてあげる必要があります。で、これをですね、鍛えるためにはですね、やっぱり瞑想とかマインドフルネスの勉強するとよろしいというふうに言われてまして、僕の本、究極のマインドフルネス。で、この本今ですね、Amazon で一人一冊無料で聞ける、ようになってますので、概要欄の方からぜひですね、無料の、このですね、究極のマインドフルネスのオーディオブックも見てみてください。ちなみにね、モテるようになります。女性の話もちゃんとね、男性がマインドフルネスをですね、やってマインドフルになった男性が話を聞くときってちゃんと聞いてますよっていうイメージを女性に与えることができて、それがですね、女性にとっては非常に魅力的に映るわけですね。で、これでモテるというのもありますんで、ぜひモテたい方、もですね、概要欄の方からぜひ、マインドフルネスチェックしてみてください。ではですね、今日やっていきたいと思います。まずは一つ目、失敗談から話すです。大体上司とかですね、やっぱり特に年上の人っていうのは、あんまり年下にね、ダサい姿を見せたくないってことで、いわゆるこう、自分のね、英雄談を聞かせちゃったりとか、自分の成功体験を聞かせるってことがあると思うんですが、相手に話を聞いてもらうためには、まずは、自分も君と同じなんだよ。あなたと同じように悩んでるし、苦しかったし、失敗した時期があったんだよってことを伝える必要があるわけですね。だから、実は相手に話を聞いてもらいたいんだったら、自分も同じような失敗してたんだよね。自分も、若い時、もっとひどかったこともあったんでね、こんな失敗しちゃってさーって先輩にめっちゃどやされたよみたいなことを逆に言うんですよ。自分の失敗談を出すことによって、部下に対して、あ、上司も、あるいは先輩も、自分と同じでそんなこと悩んでたんだ。じゃあ、自分のことを分かってくれるだろうから聞いてみようってなるわけですね。つまり人間は、自分のことを分かってくれる人の話を聞きたいわけです。もっと言うと、自分の苦しみを分かってくれる人、自分と同じ失敗や苦しみを体験した人、こういう人のですね、話を聞きたくなるというふうに言われてますんで、だからですね、この失敗談から話すというのが非常に重要になってくるわけですね。というわけで1個目は、失敗談から話してみましょうということです。で、これだから部下に注意するときも、自分もこういうことで失敗したんだよね、昔よく。だから分かるんだけど、みたいな風に入っていくといいわけですね。聞きやすいですよね、その方がね。続いてじゃあ二つ目のですね、部下が話を聞いてくれる方法は、他人を助けさせるです。これ意外なんですが、ダメな部下に他の人を助けるように言うわけです。で、こうするとね、実はね、話を聞かない、やる気がない部下をですね、他の人のですね、助けるように言うとですね、モチベーションが上がるってことが分かってるんですよ。特に同じ問題を持つ人を助けさせるってのも、結構重要で、他人を助けるとですね、人間のモチベーションって上がります。で、あるいは同じ問題を持つ人をですね、助けさせることによって、自分の問題を客観視するということもできるようになるわけなんですね。面白いですよね。だから分かりやすく言うと、他人の恋愛の、悩みって聞くと、それこうすればいいんじゃないのってスパッて言えるし、まあね、もちろんその通りな、答えが返せるじゃないですか。でもなぜか自分のことになると、自分の恋愛の話になると、急にうまくいかないというか、喋れないというか、そういうことになる経験ってありますよね。これなんでかっていうと、人間は自分を客観するのが難しいわけです。自分の問題っていうのは分からないわけです。だからどうすればいいかっていうと、普通はね、例えば自分のね、こう顔の形とか髪型とかって鏡になかったら見えないわけじゃないですか。で、物理的なものだったら鏡で見れるんだけども、そのメンタルの部分とかやる気とか自分の行動とか悩みとかってのは鏡に映せないんで、どうすればいいかって人に映せばいいわけです。自分と同じような悩みを持ってる人を見せることによって客観視して自分をコントロールできるようになるので、他人を助けさせる、特に同じような問題を持ってる人とペアにしてあげるとか、そういうことをやってあげることによって部下が話を聞きやすくなる、ということがですね言えると思います。ぜひ試してみてください。ちなみにこの他人を助けることによっていろんなメリットが得られるっていうのはですね、結構様々な研究で出てるんですが、僕が一番お勧めしたい本がギブアンドテイクって本ですね。アダムグランドさん
さんっていう非常にまあ僕も尊敬している天才的な研究者がいまして、この方が他人に与える人、他人を助ける人っていうのがどういうふうなメリットを得られて、どういうふうに他人を助けると成功するのかってことが書いてある。そんな本がギブアンドテイクという本ですね。ゼロがもう一個ついても買っていい本だと思うんですけれども、まあ、こういう本をですね、皆さんが読んで知っておくと、じゃあ部下にどういうふうに他人を助けさせればいいのか、自分が部下をどうやって助けてあげればいいのかってことが見えていきます。ぜひですね、概要欄、この動画の概要欄の方にギブアンドテイク入れておきます。ぜひチェックしてみてください。続いて3つ目です。3つ目はアドバイスシーキングです。はい。アドバイスシーキングって本当はね、メールの人に使うとですね、非常に強力なテクニックなんですが、アドバイスを求めるというテクニックですね。で、人間って不思議なもんで、普通はさ、いいアドバイスをくれる人のことを好きになれそうな気がしますが、実際は逆で、自分がアドバイスをあげてる相手のことを好きになるんですよ。なんでかっていうと、皆さん、嫌いな人助けます？助けないですよね。好きな人助けます？助けますよね。そういうことなんです。人間って好きな人のことしか普通は助けないんですよ。アドバイスあげないんですよ。で、これ実際逆転現象ってものが起きまして、じゃあ本当は好きだから助けるんだけれども、うっかり相手を助けてしまうと好きになっちゃうんですね。そう、人間の脳ってそういう風にできていまして、こう矛盾を解消するんできてるんで、嫌いな人助けたっていう事実を脳は受け入れられないので、どうするかっていうと、あ、好きだったんだっていう風に思い込むということが分かってるので、上手にですね、相手に助けてもらうことによって信頼関係ができます。だから部下に話を聞いてもらいたいと思うんだったら、なんか、なんでもいいんですよ。プライベートのことでもいいし、それこそ最近流行ってる SNS とか IT とか、あとは娘と会話するのにですね、じゃあちょっとインスタの使い方を教えてもらいたいじゃないけれども、そういうふうに、部下の方がよく知っていること、仕事と関わりがないことでも構いません。こういうことで、相手の負担にならない程度にアドバイスを求めてみてください。こうすることによって部下は頼られてるんだな、自分も必要されてるんだな、そしてアドバイスをあげてるわけだから、皆さんのこと好きになるわけですよ。で、好きな人の話は聞きますから、部下の話を聞くようになるということなんですね。というわけで3つ目がアドバイスシーキングでした。続いて、4つ目のテクニックは、エンドユーザーに合わせるです。これエンドユーザーってね、何かっていうと、まあ、要するに、自分たちが仕事をしてるときに、どういう人が自分の仕事で助かっているのか、恩恵を得ているのかってことが分からないと、人間でやる気が出ないわけですね。で、やる気が出ないと、まあ、当然ですけども上司の話も聞かないし、仕事で頑張ろうって気も起きないわけなんですよ。このエンドユーザーに合わせるってすごく重要で、例えば僕の場合だったら、こういう動画を皆さんが見てくれていて、Dラボに会員になってくれてるわけですよね。で、時々は僕 Dラボのオフ会やりますけれども、少人数限定ですが、このオフ会をやることによって、あ、自分はこういう人たちの悩みをこういうふうに解決してるんだってことが分かると。で、これでモチベーションが上がってくるわけなんです。だから、エンドユーザーに合わせる。で、合わせるのが難しい。しいんだったら、どういうですね、エンドユーザー、お客さんたちが、ですね、皆さんの部下が、やったですね、行動とか仕事によって人生が変わったのかっていうストーリーを教えてあげるとか、あとはそういった写真を見せてあげるとか、こういう人たちの元に届いてますよって写真ですね。これだけでもモチベーションが上がって、人の話を聞くようになりますから、エンドユーザーに合わせるっていうのもいいやり方ですね。そして最後のテクニックは、アサーションというテクニックです。で、このアサーションはね、実はね、人間関係におけるですね、非常に強力なテクニックで、夫婦関係も良くしてくれるというふうに言われてます。アサーションが実際できるですね、カップルとか夫婦っていうのは、破局しづらいということも言われてるんですね。面白いですよね。で、このアサーションに関してはね、ちょっと長いので、僕のですね、作ったですね、知識のネットフリックス、Dラボの方で、解説しています。ぜひですね、一番強力なテクニックであるアサーション、知りたい方はですね、概要欄の方から16のアサーショントレーニング、というですね、動画、のシリーズがありますので、ぜひこちらをですね、Dラボの方で検索してみてください。で、この Dラボなんですが、今、20日間無料の、キャンペーンやってますので、ぜひですね、無料期間中に、アサーションのですね、動画チェックしてみてください。まあ、簡単に言うと、相手を傷つけないようにして、言いたいことをちゃんと伝える技術。これはアサーションという風に言います。つまり相手を傷つけないから問題も起きづらいし、相手が話を聞かないと、まあ、聞きませんっていうですね、状態にならないと。だから夫婦でもそうですよね。言いたいことを言い合えて、受け入れて、それを改善してやる夫婦の方が当然ですけど、長く続くじゃないですか。人間関係もそうですよね。そんなアサーションと呼ばれてるですね、もうコミュニケーションの、まあ、最も重要な技術。これをですね、16種類のトレーニング方法として紹介している動画が、今日の続きの動画、アサーショントレーニングになります。ぜひですね、概要欄の方から Dラボチェックしてみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバーイ。